映像を企画した、当初のテーマとしては、日本人が持っている繊細な心、ものづくりに対する、真摯に向かう心とか、まあ、それはやっぱり日本人が昔から持ってる思いやりの心っていうものに通じる、そういうものがアニメーションとして表現できればいいかなっていうふうに考えました。やっぱりそこには和をテーマにしたいっていう気持ちがあったので、日本伝統の和紙というものを使って、それでアニメーションを作るっていうこと、それからこのアニメーションに使う色は日本の帯とか着物とかに使われている和色というものですね。それを使って表現できると、日本らしいものが G7 に集まってくれる国の方々、ひいてはね世界の方々にお伝えできるんじゃないかなというコンセプトで作り始めました。コマ撮りっていう手法が、あの一枚一枚写真を手で動かして撮影していくっていう手作業なんですね。湯気とか雫とか、髪の毛よりも細い糸で全部釣ってるんですよ。髪を後ろからライティングで当てると透過するんですよね、光が。それがものすごく美しくて、音楽もそうなんですけど、メインに使っている楽器は7カ国の伝統楽器を今回使っていたり、能楽師のシーンは雪という演目の映像をお借りして1枚ずつ動きをトレースして使わせていただきました。表現するっていうことはもう最後の最後まで気を配ってやりました。G7 が広島で開催されるっていうところで、まあ、僕らの世代もどん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 第二次世界大戦を体験した人がいなくなっていって、記憶をつないでいく新しい世代に、まあ、悲しいこう歴史を繰り返さないぞというものをつなげていくっていう風なことが、日本のこういったペーパークラフトで表現できたら僕は良かったなと。